長官チェック9月22日日曜日配信分です。5秒前43おはようございます。時刻は7時55分です。能登半島長官の段階で被災地記録的大雨と出ておりますが、その後も今も激しい雨が降り続いているようであります。 今朝は、晩州阿光の駅前のホテルからお送りをしております。この辺りは今、雨が降っておらず、曇り空なんですけれども、拡大をしていきますと、兵庫県下でも激しい雨の降っているところがありますが、能登半島の方にずらしていきますと、非常に強い雨雲がまたかかろうとしております。ちょうどこの辺りが、輪島、鈴、 というあたりであります。もう数百ミリもの雨が降りまして、えー、洪水のような状態になったり、棚田もせっかくまた再整備したところが崩れているようでありますけれども、本当に命の危険のあるような状態でありまして、あの、お見舞い申し上げますとかっていう、そういう言葉がまだ言える状況ではないというようなことであります。亡くなった方もいらっしゃいます。えーまあ、なぜ、 地震があって、大きな被害が出たところでまたこんなというふうに思うんですけれども、日本列島全体を見てみますと、この辺りに日本海側に非常にこう湿った空気の流れ込む、そういう帯がありますので、このあとまだしばらく、台風から熱帯低気圧に変わったものもこちらに近づいてきておりますし、能登半島の辺りはえ雨に警 もう警戒どころの話ではあり、うん、ひどい災害になっているということであります。岸田総理大臣は卒業旅行で韓国に続いてアメリカへ行っております。けれども、も、えー、また会えないことになってますよ。ということ。まあまあ岸田さんが言ようがいまいがあただ。まあ 派生知事ですからね、えー、大丈夫でありましょうかまず今日は朝日新聞がホテルには届いておりましたけれどもこの長官の段階よりももっとひどい状況になっているというところからお伝えをいたしますさて、えー、今日はアコーでのアコースティック ギターのイベントを見にといいうののでやってまいりまりしたこの後午後からありますので、もしまあ、ご関心のある方はですね、えー、来ていただければというふうに思いますけれども、えー、この後私は西播磨県民局に今まで行ったことがありませんので、どんなところなのか、ちょっと見に行こうかなというふうには思っております。 昨夜はアコーで、まあ、特にアコーあっあっあこう名物は一つ食べましたねえあこうの学校給食でいつもいつもというか出ている名物の鶏の唐揚げなんですけど、えー、レモン風味という、まあ、あのから揚げにレモンかけますかっていうのはありますけどももう花からレモン風味の 唐揚げっていうのがご当地いわゆる B 級グルメって言ったらいいんでしょうかこれが居酒屋のメニューにありましたので、えー、そんなんを食べたりしておりました楽しく飲み食いをしつつですね斎、まあ、藤憲生この3年余りにわたるさまざまなああお話を聞きました、うん、はい、まあ、あの酒の席での話ですし IC レコーダーで録音してた記録を取っているわけでもありませんしあくまで赤穂の居酒屋の噂話を集めたような話なんでここではお話しいたしませんけれどもね、えー、ただただ一個はっきり言えるのは、えー、この3年間の斎藤健生を見てきた人の話。あの 3月以降というだけではなくてね、えー、このまま斉藤知事が知事であり続けた場合、まあ、もちろんあの不信任が、不信任決議が全会一致で可決されていますし、辞職、あるいは失職、あるいは議会を解散したとしても、それはないと思いますがあ、再び不信任が可決されるでありましょうから、 ずっと続くということはまあ考えられないんですけれどもしこのまま斎藤憲政が続けば兵庫県の県庁はまあ持たないと崩壊するというかまあ四あ人組は4人組は解散でありますけれどその下で支えている人たちですね えーまあ、いいいいろろると思います心ならずも支えざるを得ないという職務の人もいれば、まあ、まだ斎藤さんについていこうという人もいるのかもしれませんけれど、えー、もう持たないですねもうおそらく退職者が続々と出るであろうというそういう状況になっているにもかかわらずにもかかわらず今。 テレビ出演を繰り返し今日こちらのテレビ欄で見ましたら、本日、これまで出ていないえ朝日放送、ABC ですね、カテレ、そしてサンテレビに、斎藤知事出演という情報は、の今日のテレビ欄にはありませんでしたけれども、3連休、明日もお休みですし、どっかに ワイドショーに出てくるのかもしれないですけれどもね。なぜ偽証罪ありませんので、百条委員会で嘘をつきますと、禁庫という拘、えー、金刑が課せられる恐れがありますけれども、テレビで嘘を言ったって別に捕まりませんので、まあ、だからテレビは嘘だと、ますゴミだとかって、そういう話とはまた別ですけれども。うん まあ、テレビ局暗夜を続けているということを考えますと、このまま斎藤さんが知事であり続ければ、本当に、件、えー、は持たないなというところではあります。今日後ほど、読売テレビでのインタビューをですね、えー、私なりの解釈を含めて、てんこ盛りファミリー劇場として再現をしようというふうに思っております。 時時刻は8時2分ですさて、えー、ジャパネットの30周年の記念番組、皆さんご覧になりましたでしょうか、地上波とか BS でも、それぞれ乗っかってき <laughs> ている時間帯があるようでありますけれども、えー、高田明社長の、あの、ジャパネット、高田、高田、最初、高田って言ってました今、ジャパネットですか、えー 30周年なんだそうでございますおめでとうございますはい。一度高田社長の時代にあもう,もう息子さんに代変わってたかなえー、あの人大阪で大学時代に過ごしてはるんですねで大阪の産業創造館というところで講演がありましてそれを聞きに行ったことがあるんですけど もともと佐世保のカメラ屋さんでねで NBC 長崎放送のラジオカーを読んで宣伝するっていうテレビショッピングの前はラジオショッピングで当時のベータムービーを確か、えー、1日で100台ぐらい売ったんかなびっくりするほど売れてっていうところから。 あのいわゆるテレビショッピングでもう自社の大きなスタジオを持ってっていうところまで行ってはる方なんですけれどあの高い声ですねジャパネットのもうあのトレードマークであります高田社長のあの高い声、うんえー、あれはどんなふうに普段あんな声じゃないんでね普段あんな声じゃないんであんな声でずっとしゃべられてたらたまらんのですけど。 なぜできたのかっていうとまだそのカメラ屋さんをやってた時にあれ嬉野温泉だったかなどこだったかなあの昔温泉へ行きますと宴会場でプロのカメラマンが来てバチバチ写真撮って翌朝朝食会場でずらっとあのその写真が並んでいてで「あこれ俺写ってる」って言って。 1> は、はい、1万100円ですとかって言ってそういうそういうサービスありましたよねうんあれを高田さんやってらっしゃって毎晩毎晩温泉の宴会場へ来てパシャパシャ写真を撮るとでそれを家持って帰って用をして現像してプリントして。 売れ残ったらそれはもうアウトなわけなんですけどもう次のお客さんが買ってくれるような絵はがきじゃないんで自分が写ってるかどうかなんですけどそのカメラのシャッターを押すときに誰か一人目つぶってる人がやっぱおるといますよね。ううちの娘がなんかももいつ写真撮っても お目閉じとるんですけど実にずっと目閉じてるわけじゃないんですけどねなんか写真撮る時は目閉じてましてそうなるとあの宴会写真としては使い物にならんのでみんなにパッチリと目を開けてもらってでパチッと記念写真 撮りましょうというのであの高い声で、はい「はい撮ります!」って言って高い声の大きい声を出して宴会場のざわざわしてるところでもみんなの目をパッチリ開けさせてパシャリと撮るとでそうすると写真のぶどまりがよくなるんだっていうね、えー、あと関西のお客さんと関東のお客さんのお違いとか、まあ、当時はまだあのー。 戦争、戦友の皆さんが集まって、えー、生き残って、まあ、一人ずつまた減ってきてるけど、みんなで、ね、年に一回旅行しようか、みたいな、そういう、その、戦友の皆さんの集まりの、あの、グループは、めちゃくちゃ高い確率で、あの、買ってくれはるとか、なんかそういうマーケティングとかのお話を聞いた記憶が。 ありますけれどもジャパレントたかた30周年誠におめでとうございます、えー、昨日私が見てたところではテレビの前にあのカラオケのマイクうカラオケのマイクがありましてであのピッピッピッって押したらカラオケも出てきて自分も歌えるっていうのマイクを打ってたんですね。で何本やったかな。えー、っと 4万五千円 ?4 万五千円ぐらいだったかなええ。はい。こちら。4万五千円って言ってテロップで出たときに、高田社長が、まあ会,今会長ですが、高田さんが、高田明さんが、4万五千円です。高いって言って、ね、高いって言って、ね。<laughs> もう、ひっくり返りましたね。まあまあ、その後1万5千円引きで、確か、 税込29,980円かなんかになる,なるんですけど、なるんですけど <laughs> 高田さんの口からジャパネットのテレビショッピングで高いって出てきたのがちょっとまあひっくり返りそうになりましたけどもね、本、え、当、ー、にあの普通の声でございました。 各地の放送局でおそらくその30周年30時間の特番だそうでございまして24時間テレビでもなければ27時間テレビでもなければ30時間の放送だそうでございますぜひまたご覧くださいませ高田社長のあの大部分お年は取られてますけれどもあの元気な姿が見られます あとそうですね時刻は8時8分、阪神タイガースが勝ちまして、広島カープが勝ちまして、ということは読売巨人軍がえ負けてということですので、またゲーム差が2になりました、ゲーム差が2になって、今日明日すと甲子園球場でえ阪神・巨人戦が行われるという、非常に。 楽しみなまあ2連勝したところで追いつくというところなんですけれども、えー、非常に面白い状況で、えー、セントラルリーグもいよいよ,いよ,いよ終盤でございます昨日は横浜で d n a に5対6延長10回勝ちました放送席放送席勝ちました岡田監督に来ていただきました岡田さん 紙一重の試合でしたが佐藤輝明が「なあ」全部やったけどなその前の打席までなヒットまでなあ、はあ、ゲッツもありましたねあ,あゲッツーで流れ変わったと思ったよ井上から前川帰えるとこやったからな月ゲッツーずと思ったゲッツーやったら井上そのままレフト行く言うといた。 いやでも、最後は一振りで決めました。そらお前そらお前その前にちゃんと打っとったらはい終わっとるそんなん言い出したらきりがないやあの岡留が初セーブですまあ最初から岡留やったけどな1点取ったからなあーその1人だけ富田行こうと思ったけどまあそんなんやってなまたな塁出してな負担かかるから頭から。 最初から行け言って、うん、も,うもうな構わへんからなそんなもん別に6回以降中継ぎがしっかりと抑えましたねまあしっかり言うか先頭なツーストライクからヒットとかそんなしっかり抑えてないでほんま先頭出すぎよ出しすぎよあの昨日から流れがいやいや それだけ言うたんやミーティングで先頭とにかく抑えろってな昨日8回のうち5回先頭打者や今日でもそうやろ2ストライクからな変に外ストライクボール投げとったらええのにのう5回青柳も先頭まあアウトコースばっかり投げるやんかお前お前。お前 外のとこばっかり何十回言うてんの次また外やろ林にもうなんでインコース投げへんねんまあやっぱり佐野の時やな温、まあ、情が重なったんやろ佐野のところ行っとったら代打なけえへんからあそこは代打宮崎来るぞ言っとったけどのしゃあないの、まあ、結局佐野のフォアボールよ大体、まあ、フォアボール絡んだら点になるやろ そういういとこやんなあの代打宮崎は想定うんしゃあないやんこの時期であそこで続投がないわ2点差で<笑>,笑われるよしかしどんな形でも勝ったという勝利が大きいですそらなあ途中で広島が逆転したとかそんなことを言うてたから余計にやろうなさあ巨人との直接対決勝つだけですね まあ、勝つだけ言うか、2試合するよ、試合。うん。そんなもん。勝てるか言うても、向こうも勝つ気なんやから、両方勝たれへんねんから、まあ、どっちか、勝敗つくけど、見とったらええやん。勝敗つくんやし。 以上、放送席勝ちました。岡田監督、一問一答でございました。本日、明日、えー、ナイトゲームとデイゲームですか。はい。えー、甲子園球場で、えー、いよいよ、もう、伝統の一戦というか、ええー、もう、素晴らしいですね。はい。ええー、ありがとうございました。うん。あの、楽しみに。 今日はサンテレビを見ようと思ってます、えー、サンテレビは今日は福本さんと中野さんの解説で「この状況しびれる勝手や」っていうふうに、えー、書いてございますサンテレビの番組欄でございました時刻は8時13分ですさてそれではあいよいよ 斎、ねえー、藤知事についてのお話でございます。えー、っと、まあ、ここまできまして、斎、まあ、藤知事を、なんていうんですかね、かわいそうやなとか、えー、マスコミの言ってることも事実でないこといっぱいあるやんかということであったり、まあ、私に対しても、 まあまあずっと追いかけてるっていうことからそういう反応が来るのは仕方がないなと思うんですがえ小森さんしつこいよと小森んさんの言ってることも間違ってると思うよというようにまあ絡んできはる人がやっぱりありましてまああのどうぞお好きなように思っていただければ結構ですしただまあまあそれはあなたの考えんであって。 で「あなたに何と言われようが私は私の違和感で私の話をしているんで、えー、いちいちわざわざ私に言ってくるその気がしれんのですけれど、えー、がっかりしたわ」とか言われてますます私のファイトが一発二発と湧いてくるわけでありますけれど。 えー、ちなみに昨日の読売テレビを出たことに対して、えー、っとこれは日刊スポーツの見出しで言うと斎藤元彦知事兵庫県政も大事だけど自分としての人生もありますし出演番組で胸中語るというので。 まあいつまでやめへんねんと思っているような人らからしたら自分としての人生もありますしって何を言ってんねんと思うんですけどまあこういう見出しの情緒的な部分というかそこにが心に残って斎藤さんかわいそうやなっていう斎藤さんにも人生あるよねっていうまあそういう考えになる優しい人がいてもおかしくないですよねあとスポニチは 不信任の兵庫斎藤元彦知事がテレビジャック状態連日の生出演で改革アピールにネット違和感とはい、はいまあ、私の違和感という言葉は別に私の先輩特許ではございませんのでどうぞ使っていただければいいんですが、えー、ネット上 SNS ではさまざまな声が上がったっていうのでまあまああの斎藤さんを応援してはる人らも それはまあそれでえ結構なんですけどもなんかわわ湧いて出てるなという印象はありますけれどもねえまあ3月27日の記者会見で西播磨県民局長をですね県民局長の職を解くと嘘800事実無根が多々含まれているっていったところにしたしにもそうですし 8月7日の記者会見で公益通報でう々ぬというような話をしたりとかまあ正直あの鋼のメンタルででしっかり理論武装していらんこと突っ込まれないように繰り返しになって恐縮ですがって言いながらあの鉄壁の守りをしているように見えるんですけどやはり 出れば出るほどボロは出ているなとは思います。まあ3月27日の会見で本来人事当局が用意していなかったメモを自分で作ってでまあ嘘800って言ったところがまあ今回の問題大きくなったきっかけであります。まあマスコミはそんなにねそこあの神戸新聞とか NBS とかこのあたりはあの 斎藤知事よりですからでしたからね今でこそちょっと変わりましたしえ神戸新聞もおとといの社説でしたかね「斎藤知事え身を引く決断をする時だ」と書いてますよねおとついの社説でしたかねえそれまでね斎藤が好き斎藤と生きる神戸新聞毎日放送はい。 MBS もそうだったんですけれどえやはりあのしゃべればしゃべるほどボロは出ているなというのが私の感覚であります。このところねその維新のトスが上がってこの間の百条委員会で革命とかクーデターっていう話が出てきているでしょ。 なのでまあ今日それをサムネイルタイトルにはしたんですがはっきり言うときますけど西原県民局長の告発文に革命もクーデターも入ってないですからね <laughs> ええそんな話全くなかったですからね。 最近,にな最近になって出てきてて最近使われてた言葉じゃなくてこれどういう文脈で出てきてるのかといいますとその西谷県民局長が3月の12日に文書を出して3月の20日にこれは誰が誰が知事に知らせたのかその知事に知らせた文書は、えー、告発文と同じ文書をやったのかそのあたりもはっきりして やつら,らは自分たちにとって都合の悪いことは言わない自分たちが利用できる部分は都合よく利用するということをやってきてますからそんな斎藤知事一派が片山副知事の発言も含めて革命やクーデターという言葉が出てきてそれは兵庫県政にとって革命とかクーデターっていうのはえらいことや。だから だから動いたんだっていうふうにまあ言うわけですけどいや何度も言いますがそんな革命やクーデターっていうような文言は西有県民局長の告発文には一言も書かれていませんからそれで慌ててメールをチェックしてでそのやり取りの中に書いてあったとそれもどういう文脈なのか分からないですからね。 誰誰が誰宛にだから西播磨県民局長宛に誰かが革命役でたという文言を送ったのか西播磨県民局長が告発文には入れてないけど西播磨県民局長が書いたのか西播磨県民局長初の誰か宛ての中でねでももしこれ西播磨県民局長が革命役でたという文言を 自分から発していたのならばきっと「はい喜んで」ってもう居酒屋の元気な店員さんが言うように「はい喜んでこんなことをあいつ書いてたで」って多分言うでしょうから西も県民局長はそ、まあまあのまま県民局長頼りを毎月のやつを呼んでいるとそんなふうには捉えられないんですけどおそらく使ってないんですよね。 で誰かがひょっとしたらリシャリマ県民局長宛てじゃなくて誰か A さんが B さん宛てに送った中にその文言が入っていたのかもしれないですけどだから本気で本気でポケベル爆弾を仕込ませてアイコムのトランシーバーに爆薬を入れてやるようなそんな話では全然ないのにもかかわらず 斉藤政を革命クーデターを起こそうとしていた一派だったんだっていう印象操作を今一生懸命しとるわけですよね。ほんで毎日新聞がファクトでないって言ってましたがあの改めて言っときますが言ってもまあ聞かへん人がいるんであのちゃんと言っときますよ。公安理研に手を突っ込んだからあその 命を狙われるぐらいのことなのに知事は頑張って公安の神戸港の利権にを港を振るったからだからそういう勢力によって今潰されようとしているんだっていうことについては少なくとも知事は何もやってませんからそこに大きな問題は抱えていると思いますしそら、まあ、戦後だけじゃなくてそ戦前からあるから戦後もなんでしょうけれど。 えー、兵庫の港がちっちゃい漁港だった <laughs> 江戸時代から、えー、立派な港になっていき海運が盛んになっていく中で、えー、人々があそこの港湾に関する仕事をし山口組をはじめとする、えー、ところがそこを牛耳っていてというのはありますけど斎藤知事は 一切そこに別に手を突っ込もうとはしていませんのでそれでもまあまあ私のね長官チェックをご覧の方は世間の人よりはまともな人やと思うんですけどそんな人でも「うん、こうさんこんなんですよ」ってもういちいち消していくのが大変なんですけどあおちゃうかと思ってね何回も言うてるんですけどまだ分からへん人がいてえー、まあまあ自分に。 がパクッと食いいつきたい話に言ってはるんでしょう、ねうんでまあそのもう一回戻りますが、えー、かいあの革命やクーデターやっていうね、えー、こういったことを言ってでしかもテレビに偽証罪はないので <laughs> 偽証罪はないので,でしかも生放送ですから、まあ、生放送で何言ってしまってももう。 消しゴム効かへんって言って僕らはねあのアナウンサーの仕事の初期に言われるんですよ生放送は消しゴムが効かないからちゃんとちゃんと準備してちゃんと意識しゃべるしてしゃべるんですよとまあかといってそんなことばっかり気にしてたらペラッペラのパーソナリティ番組みたいなことになってしまいますんでそんなことは私やるつもりは全然ないキワキワなところをやってまいりますけれども安心してください。 昨日のウェイクアップでの知事の発言に、えー、私の心の声とそしてそこは,は憶測なので、えー、あのコメントとしては言ってませんが斎藤知事の心の中はこんな感じなんじゃないかなという今からお話しすることは、えー、ファクトではございません。ファクトに基づいた 私の心の心叫びとそしてひょっとしたら斎藤知事はこんなふうに本音で思ってるんじゃないかな知らんけどというのを合わせて聞いていただきます。でないと字面だけ読んでしまいますと「斎藤さんかわいそう」西播磨県民局長らはクーデターや革命をしようとして えー、県政を混乱させようとしてたんだっていう間違った間違った斎藤さんがそう思ってほしいと思っている、えー、彼を支持する出直し選挙に出そうとしている人たちああそういや出直し選挙また出ようと思ったら、まあ、選挙で18億とか言われてるんですけど県の予算として。えー 前回も5000万ほどのお金が必要だったんですよね、斎藤さん。で、まあ、2000万自民党から貸し付けを受けてとか、寄付もらったりとかしてやってるんですけど、5000万。どうします、これ次、ほんまに出直し選挙出るとしたら、また同じぐらい事務所を借りて、いろんなことやったら、5000万ぐらいいるんですよ。退職金では足りないんですよ。冬のボーナスももらえても 誰に出してもらうつもりで出直し選挙をやろうと思ってあるんですかね誰やと思いますイエス。そうですよね。イエス。ああ、あの人やったら5000万ぐらい出してくれますよね。きっとね。ふんふんふん。ふんふんふん。ああ、そういやずっと最近、 最近結構押してはりますよね。ふんんんんノーじゃなくてイエスですね。うんそうかじゃあ金の問題はええんか。金は出してくれるんですね。ドトールでなくてもね。うんなるほど。では昨日の、まあ、ある意味自信たっぷりといいますか。 斉藤知事がウェイクアップで何を話したのか聞いたのが中谷アナウンサー女性ですどうぞおかけくださいというふうに言いましてまあもういたつきって言うんですけど最初から座っててもうたらよかったと思うんですがな,なんでなんでどうぞって言って「おかけください」というところからやるのかよう分かりませんが中谷アナウンサー聞きました今回なぜ知事は1対1の対談を希望されたんでしょうか 改めて今日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。やはり自分の考えをこれまで記者会見とかいろんな場面でお話しさせていただきましたけれどなかなか自分の思いが伝わりきれていないという思いそれからそういったご指摘もあります。そんな中でぜひしっかりとお話をさせていただく機会を持たせていただきたいということで本当に いや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 だから昨日も言いましたでしょ赤穂新聞の前で中谷さんここ全然あなたの答えになってないですよねここで納得してるんですか永谷さんここを悔やんでも悔やみきれなくていいと思いますよもう昨日の晩眠れないぐらい 悔し,くて悔しがってもいいと思うんですが今回なぜ1対1の対談を希望されたんでしょうかということに対して「しっかりしゃべりたい」って言ってるんですけど「それしっかりしゃべるのは1対1でないとダメなんですか」と「私と1対1でないとダメなんですか」と「その理由にはなってないですよね」と私だったら都合の悪いことは聞かないまあその辺のお姉ちゃんなんでえー、適当に あ言いくるめられるでって思われてるんですかなめんなよって言ってなぜ1対1でないとダメなんですか1対ターではダメなんですか亀井弁護士であったらダメなんですか松井さんがいてはったらダメなんですかなんで聞かなかったんですかねわかんないですねええー、そんな中ぜひしっかりと話をさせていただく機会を だから自分の言いたいことを全部言わしてくれるだろう。だからお前ごときでは、あの、立ち打ちできへんから、魚しやすいから、まあ、お姉ちゃんのところにやってきたったえで、1対1で、という、そういう本音が透けて見えませんか私には見えたんですが、あまりにも性格がひねすぎていますでしょうか。2問目。 決議案が開発されてから2日経ちました。今の心境は、はい、もうあの今の心境っていう質問自体がもう,もう馬鹿げているとずっと言ってますけどねマウンドにはどのような思いで立っていましたか空を抑えようと思ってましたバターボックスに入るときはどんな気持ちでしたか空を打とうと思ってました試合に臨むにあたって勝とうと思ってますってもうほんまに。 勝とうと思ってても毎試合勝たれへんからみんな苦労してるんですじゃないですか、もうあんたらもう、マニーと思いますよね今の心境は、改めて県民の皆様に、今の県政、やはり大きなご心配、それからご不安、それからこのままで県政は大丈夫かという思いを抱かせてしまっているということは、本当に申し訳ないというふうに思っています。 結構、というふうにって言うんですよ。本当に申し訳ないと思っています。本当に申し訳ない。すいません。本当に申し訳ないと思っています。ごめんなさい。本当に申し訳ないな、というふうに思っています。というふうに。 という体で申し訳ないなって言うといた方がええから申し訳ないってもう何回も言うてるやんかというふうに思っています結構ねこの人をふうにって言いますまあそれはまあ表現の問題やっていうことでしょうけれどえー いや,やっぱり根本的に申し訳ないと思ってないから、申し訳ないというふうにって言ってるんだと、まあ、私には聞こえるんですけども、これまで百姓委員会、そして不信任決議案の可決の場面ですとか、さまざまな会見でお答えされている姿を拝見していますが、いろんなご批判も届いていると思います、その場として、一番どの場が知事として一番つらかったですか。 「あのその一番」っていうのもまあ,あの質問のやり方としては握手なんですねええー、さん何が一番好きですかえー、そんなねあなたね「一番」ってねそんなにね決めてるもんじゃないですよそらビールも好きだし日本酒もおいしいし、うん、ハイボールも飲みましたしええーまあ、一番っていうのはねまあ なんか質問したら気になるんですけど、まあまあ、質問としてはよくないですね、中谷さん私はやっぱり今、知事ですから、毎週の記者会見、それから議会も含めて、やはりきちっと自分なりに対応させていただくということで、が自分の果たすべき役割だというふうに思っていますし、いろんなご指摘、ご批判、それも受け止めて、自分の進むべき道をしっかりやっていくということが大事だという。 ふうに思っていますいや何がつらいかということを聞いてるんです。何がつらいかということを聞いてるので、今のそれでは答えになってませんよと、長谷さんは言わずに、どんどん質問を続けていきます。兵庫県議会で一昨日白票が積み上がっていく、つまり賛成票ですね。目の前にされたときは、どういうお気持ちでしたでしょうか。県議会の皆さん、先生方、 議員の皆さんには今までも感謝の気持ちでいっぱいです。3年前に知事に就任して、コロナで最初は本当に大変だったんです。その後も私がやりたい施策についていろいろありましたけど、大きな方向で協力いただいたということですから、お一人お一人、それまでのやり取りとかも少し思い出しながら、感謝の気持ちを抱いていました。 嘘をつけ感謝以外にショックはありましたかそこは自分がこういう状況になっているということはやはり結果的に自分の責任でもありますからそこはショックというかそういうものを受け止めようということです自分の責任でもありますからね風ふうにとか。 責任でもありますから他にも責任があるとまあ彼は思ってるということですよねえ。知事辞職か解散か今のお考えいかがでしょうかまあほらまあまあね聞かなあかんところですわな。今いろいろ考えているという状況ですね。遅いわ遅いわ。ええ。先日不信任決裁議案が可決されました。知っとるわ知っとるわ。 これは議会側にとっても大変重い決断だというふうに思います。それを受けて、私自身も、私の人生もそうですけれど、やはり兵庫県政にとっても大事な局面ですから、少しずつ自分の思いは固まりつつあるんですけども、やはりしっかり考えたいと思っています。固まりつつある。まあね、昔、ね、冷蔵庫の、 冷凍庫の製氷機の性能がまだそんなによくなかった時にシャービックとかをね作ってね「はよ食べたいんですけどはよ食べたいんですけどまだ固まってないし何回も冷蔵庫を開けるとまた冷気が逃げてねえーまあ、一晩置いてから食べればまあカチカチになってるんですけど固まりつつあるのに時間かかりましたよね昔はね。えー 人生か県政かどちらに向いて今判断されようとしてるんでしょうか心は,いまあ、これは今,今言ったことを受けて自分の人生とかって何かわけわからんことを言い出したんでそこは中谷さん、はい、ちゃんと返しましたねやはり県政にとって何が大事かということが一番大事です当たり前ですね県民の皆さんの思いとかもですねいろんなご批判もある一方でしっかりやってほしいという声も確かにありますから ああ確かに、県庁の前で、仕込みのおばちゃんみたいな人が出てきて、頑張ってやって言ってましたよね。あれ、歩いていくとき、一回誰かの、キューを待って、一回立ち止まってましたよね、知事。自動ドアから出てきて、警備の人が後ろに回り込んだところで、一回誰かと目配せして、OK っていう、5秒前、 4 3待ってましたよね今、<laughs> あの時で、ね、おばちゃんに声かけてもらう前ね誰と,誰と合図してたんですかサンジャポジャーナリストですか読売テレビの人ですかどうだったんですかねあのうなずきが気になって仕方がないんですけどいろんなご批判もある一方でしっかりやってほしいという声も確かにありますからそこをしっかり踏まえて 自分としての人生もありますし、しっかり判断していきたいと思っています。はい。まあまあ、それはあなたにも人生はありますわ。人生という意味において、知事にこだわりとかあるということですか。私は3年前に改革をしていくということで、知事に就任しましたので、その私の思いをしっかり成し遂げていくということが、私にとっても、県にとっても大事なことだと思っています。<laughs> こだわりかな。 知事として県政を前に進めていきたいという思いなのであれば辞職を選んで堂々と自分のやりたいことを訴えてまた負託を得るというつまり再選挙ですねまた選挙出直し選挙ですねそういう選択はないんですかいろいろな選択が本当にあると思いますやはり自分としてはこれまで本当に改革をしてきました働き方も変えて県民の皆さんに直接届く政策をしてきたという思いがあります それをやはり自分の中では今もしっかり持っていましてそれをどのようにしていけばできるのかということを今考えているところですだからまあ自信持ってるんですよアルファードに変えたとかアルファードに変えたとかセンチュリーをやめたとかアルファードにしたとかその座席を蹴ったとか大声出したとか 20メートル歩かされたとか、いうことですよね、うん。議会解散となりますと、これまで支えてくれた自民、そして維新の議員もいますよね。今の混乱によって維新の議員の議席が減ってしまう恐れもあると思いますけれども、それでも辞職を選ばない。議会解散を選ぶということはありますか議会は、今回の九月議会でも、 物価対策のデジタル商品券というものが可決しましたしハバタンペイプラスというハバタンっていう前の知事の時代のあの子どもたちにも人気の自分よりも自分がせっかく行ってもイベントで子どもたちが「斎藤知事」って言って寄ってくるんじゃなくて「ハバタン」って言ってくるんで腹が立って腹が立ってあとでハバタンの中に入っている。 職員を思い切りあじったんですけれど、その幅短ペイプラスというものが可決しましたし、議会の状況というのはいろいろありますけれど、やはり大事なのは、われわれ知事の方がどういった政策をやっていきたいのかということをしっかりまとめて、それを議会にお示しして、政策を議論していくということが大事なので、 そこはいろんな形でこれからも政策というものは丁寧に説明して,すて説明すればとしていけるというふうに思っていますいや86対0であなたにやめろって言ってるんですよそこで政策っていうものを丁寧に説明するってまあ丁寧にも説明してませんけどもそんなもんが通るはずないじゃないですかあなた何考えてるんですか あごめんなさい今、これは私の気持ちで、私の気持ちで、中谷様そんなことを言ってません。経費を削減,削減していくということも、ご自身の実績として取り組んでこられたと思いますが、選挙を行おうとすれば、自身の進めてきた実績と逆行しませんか確かに、おっしゃることもあると思います。私はこれまで行財政改革を進めて、県の貯金も100億円を30年ぶりに超えるということになりました。選挙をやるとなるととな 県知事選挙で18億ほどかかりますこれは県の皆さんの税金になりますだからこそ私はこれまで辞職をしないでやはり与えられた4年の任期を私自身も反省しなきゃいけないところがたくさんありますけれどそれをしっかり改めて4年間の任期を全うさせていただきたいという思いで来ましたえ、それはこれまでの4年間ですか新たな4年間ですこれまでの4年間です 3年前に付託を受けてから4年間、しっかり仕事してほしいという思いでしたので、今回の文書問題を受けて、私もやっぱり反省しなきゃいけないところがたくさんあります。それを改めてしっかりやっていきたいという思いです、えー。改めて疑惑に思い当たるところはあるんでしょうか。全体的に文書の内容というのは、一部はファクトとして、 こういったところに行ったとかということはありますが、重要な部分、まあ、これ、革新的な部分、ところといいますが、が事実と異なるということが、本当に多く含まれているというのが、私の認識ですね。あの知事は、誹謗中傷性のある文書というふうにおっしゃいますけど、どこに一番侮辱的なところを感じたんですか。やははり私は知事後人ですから 指摘はやっぱし、やっぱりしっかり受け止めなきゃいけないというのを思ってますけど、私以外の方ですね、個人や団体や企業名、実名が挙げられていて、あたかも選挙違反をしているとか、違法行為をしているとか、そういったことを指摘されているので、本当にそういった方々にも大変名誉が傷つけられていることだと思います、そういった思いで、私はそういうふうに認識していますね。 なんで選挙違反をさせていることがばれたのか兵庫県の職員が私の選挙に際して前回の選挙もそうですし再選を目指して職務時間中に一生懸命選挙活動をしてくれていたその言われれば違法行為になるわけですけれどその違法行為がなぜ西原馬県民局長にばれてしまっていたのか。 周りの他のの他職員にててしまっていたのかそういったことを痛いところを指摘されてそして団体や企業名実名が挙げられていましたがその勝手にコーヒーメーカーももらっていましたしそれを私がもらったというかでも原田産業労働部長がもらったわけではなくて。 知事指示に渡してということでもらったものであるというのは常識的に考えてわかるわけですがそれをおー勝手に返しに行きやがってそれで私の責任にされてもそれを誹謗中傷と言わないと私らが悪いことしていることがばれてしまうのでそれは良くないというふうに認識していますね。 はい、あの途中、今、今の部分に関しましては、途中知事の言ったことと、これが本音じゃないかなという私の想像を絡めて言いましたので、皆さん、それぞれにファクトチェックをしていただいて、ご自身の頭の中で何がファクトなのか、何が小野さんの 想像なのか、えー、そこはあ皆さんがちゃんと分けてくださいね皆さんの良識を信じますからねポチッといいねを今564ですがどうぞ6人に1人しか頂い,いておりませんのでどうぞポチッとお願いいたします引き続きですやはり告発文書の中に違法性を指摘する内容が含まれているのであればもう公益通報だというふうに仮定して動くべきではなかったんでしょうか 公益通報に内部で窓口に提出されたのは、木戸局長さんの発表によると4月4日頃ということになります。私たちが文書を把握したのは3月20日頃になりますので、その時点では公益通報の窓口に対しては提出されていなかった。なので、提出される前の時点で文書を把握して、その内容がやはり事実と異なることがたくさん含まれていて、人の名誉を傷つける可能性があるということなので、 私はそういったことで調査をスタートしたというふうに、初動の問題は公益通報の違反であったりとか、指針の違反には当たらないというふうに考えています。やはり3月に外部に提出された文書は公益通報には当たらないという認識でしょう。そういうことです。これはいろんな専門家のご指摘があるのは承知していますけれど、県の方の弁護士もここは当たらないというふうに判断しています。あこの県のの県弁護士というのは 藤原正弘弁護士でありまして、県の信用保障協会の顧問弁護士を長年してまして、えー、この人は何でもこういうふうに言ってほしいっていうことを言ったら、弁護士のバッジをつけて言ってくれはる人ですので、えー、人事を通じて、こういうことを言ってほしいなっていうふうに、こっちが顔色で示したら、その通り言ってくれはって、しかも居酒屋のとかいうことまでつけて、 これはもう信じるには値しない怪文書であるというようなことをちゃんと言ってくれはりましたのでしかも、しかもですよ1時間あたり1万1000円というもうどこの弁護士さんに聞いていただいてもそんな安い値段でやってて商売成り立つんですかと他にも9人ぐらい弁護士さん抱えている事務所のその所長さんなのに。 そんな1時間1万1000円程度のそんな安い値段でやっていただいていいんですかいやもうそれはいいですと言ってくれあるとても便利な藤原弁護士なんで公益通報に当たらないというふうに判断しています。 あのこの告発文書の中には、知事を含めて、副知事など、いわゆる告発された側の言い分を聞いて、知事はそれを丸呑みする形で、1週間後およそ800ということを会見で発せられたんです文書の中身ですね、誹謗中傷性の高いものがたくさん含まれているということがありました、それで初動の調査をした直後に、クーデターであったりとか、革命をという言葉まで飛び出したんですね。 これはやはり県政にとって大きな影響があってこれからどん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 広がっていくんじゃないかとそういう危惧もありましたのでそこはやはりしっかり調査をしないと県政の大きな影響が出るんじゃないかとそこで私は調査をしそして不適切な行為がいくつか判明したので3月27日の時点で元局長さんをいわゆる個人この人事異動と。 退職を保留という形これは不利益処分ではないというふうに私たちは考えていますけど判断は一定やむを得なかったというふうに思っていますまあさっきも言いましたようにこのクーデターとか革命というものは告発文書に含まれていた言葉ではないんで誰から誰宛にどういう文脈で出てきたのかということを彼らは一切 そこは言わないですねで、えっと、懲戒処分が出たのは5月7日ですけれども3月27日の段階で西有県民局長の任を解くということと3月31日付の退職を一旦保留すると、まあ、それはもう25日の段階で片山が言ってたわけでこれは適切なプロセスを踏んでいるわけではないんですけれど。 えー、不利益処分ではないと西原県民局長3月31日付で辞めてで4月からは姫路の,あの女学校ので仕事をすることになっていましたんでこれは当然不利益な処分なわけですよねもうそれはそれはもう明らかに明らかに報復人事だということなんですけれど。 そんなふうには彼らは思っていないということですね。すみません、ちょっとそろそろいかなかったので、この後もまあ、実はまだ、これ、昨日のテレビ出演でいうと、半分まで来てないんですけども、クーデターや革命という言葉が、えー、少なくとも西有馬県民局長が告発文に書いているのではないという、でも、おそらく偽証罪のない、 テレビ放送への出演で斎、えー、藤知事はこれからずっと革命やクーデターを起こそうとしていた一派から県政を守ったんだというストーリーでやっていこうとするはずであります。そこには大きな嘘があるというのとで彼は海運の公安の利権に手を突っ込んでそれで命の危険があるにもかかわらず僕はやったんだとは彼は言ってないですけれども。 維新を守り斎藤知事を守りたいという人が嘘八百であるということは分かっていながら彼は正義の味方で公安利権に切り込もうとした正義の味方なんだとだから潰されようとしてるんだというふうに言いふらしています残念ながらバカな善良な人たちがそれに乗っかってきています私のところにをご覧になっている 善良な皆さんにはそれは違いますよということをはっきり言っておきますので皆さんちゃんと心して聞いておいてください別に斎藤知事は公安の利権に手を突っ込んでいこうとして虎の尾を踏んだわけではありません全くそんなことはしておりませんのでご安心くださいませあとえいつもあの情報頂い,いております情報開示クラスターさん からが昨日夜にこんな文章を見つけましたよって言って出してたのをご紹介いたします。もう今となっては一個一個の場所で、えー、こんなことしてたっていうのはもう大したことでないと思われるかもしれませんけれど、えー、薬堂カフェというイベントに知事が行った時の。 えー、動線いわゆる彼が言う路地ですね路地がどんだけ大事なのかっていうロジスティックが大事かっていうところでこんな知事が来てどこに控え室があってこんなことしてこんなことしてっていうことがちゃんと書かれている文書が公開されているんですねまたこれあの情報開示クラスターさんの,あの投稿を読んでいただければいいんですけど。 でちょっと字小さいんで読めないと思いますがはっきりしていることがありまして何かというと、えー「ちゃんとエレベーターのボタンを押す係っていうのが <laughs> います」っていうことですね。開開会前前前学の正門前と館前で看板を持って立ち所案内し え駐車場の案内がありということがありましてまるこれまあ人物ですね役職ですね誰々さんは駐車場の整理が落ち着いたらエレベーター前に待機13時45分にはエレベーターのボタンを押すわざわざ知事が来る前にエレベーターのボタンを押す人が用意されているという。 これまでもずっと言われていたことですがあのそういう文書が残っておりますここですねエレベーターのボタンを押すというふうに書いてあります13時45分にはエレベーターのボタンを押す障害者の方がエレベーターを使われる場合は使えないため次長にツのサインを送る <laughs> という <laughs> えこれどっちが使えないためっていうのは 障害者の方が使えない知事のために障害者の方にエレベーターを使わせないという意味の罰なのか、えー、障害者の方が使ってるから知事にまだ出てこんといてくださいと、えー、エレベーターがまだ呼べていないのでっていうことなのかど,どっちにでも取れるんですけどまあまあそういう気遣いをせえへんかったら激高するという知事の動線であったの。 だとといいいいうううことががかるそういう文書が公開されてたたりもいたします以上、阿公のビジネスホテルからお届けをしてまいりました、コモさんの長官チェック、このあと、西播磨県民局へ行きまして、皆さんにご紹介、改めてしたい文書がありますので、現地でそれを読ませていただこうというふうに思っております。 ご清聴誠にありがとうございました。えー、現在、3000はいってませんが2900何十人の方にご覧いただいております。777、773つ揃いました。778になりました。ポチッといいねと、それからチャンネル登録、えー、てんこもりクラブへのご入会などをお待ちしております、えー。金運のお守りのプレゼントもまだございますので、ぜひご応募くださいませ。 こもさんとともに、えー、さんが好き、こもさんと生きるという方は、これからも長官チェックをご覧いただければというふうに思います。では、また明日インジャンをして、後ほど西播磨県民局からお会いすることにいたしましょう。ありがとうございました。では、画面に向かってまいります。また後で、インジャン。 グー。では、行ってまいります。後ほど。